はようございます。本日は引っ越してやっと撮影しだしました。新居大公開需要があるか分かりませんが、新居をねちょっとルームツアーみたいなのしていこうかなと思います。とりあえず、寝起き3分です。はい、おはようございます。ちょっとすいません、なんか髪の毛とかちょっと汚いので、一回きれいにしてきますね。ちなみにここ洗面台なんですけど、こっちがお風呂で、ここに捨て方がわからない段ボールがたくさんいます。これを早く捨てたいので今探しておりますどうやって捨てるんやろ。でちなみに髪の毛ちょっと分かりにくいけど染めたんですよ。昨日美容院行ってきてトリートメントとカットとカラーをしてきまして、だいぶ髪の毛の色を落ち着かせてきました。まああまり綺麗とは言えないんですが、こんな感じですね。ここら辺に何だろう、スキンケア類が置いてあったりします。でここがお風呂です。この家のいいところは何ていうか、玄関がめっちゃ広いところです。ここに見えにくい、私のあまり使ってもいない靴類がたくさんありますね。はい、はい、たくさんあります。でこだわりとしましては、玄関には靴を置かないという簡単に出れるクロックスだけですね。もうこんなところに物なんていりませんはい、ここがキッチンです。ちゃんとね自炊をしているので、昨日は鍋だったりしたのでこうすごい量があるんですけど、洗い物がすごい好きなので、洗い物出た瞬間すぐ掃除するところは私のいいところめっちゃ収納もあってね、めっちゃいいんですよ、ここめっちゃいいです。で、冷蔵庫でこれ最近私が買いました。浄水器めっちゃいい、めっちゃ安くて定期的にメンテナンスもしてくれるんですよね。でこれのおかげで水をめっちゃ飲むようになりました。うま、キンキンに冷えてるうまい水って永遠に飲めますよね。そして今髪の毛がバサーって揺れたと思うんですけど、リビングに一つと配信部屋に一つ、風窓があるんですけど、めちゃめちゃ風が通るんですよね。もう常に部屋の空気を入れ替えしてたい人間なので、もう全部ずっと開けとくんですけど、めっちゃ空気の入れ替えできて超超 QOL 上がってます。気持ちいい、最高です。そしてもう一つのお部屋が配信部屋ですね。汚くてごめんね、あの辺。そして前の家と引き続きこちらはウォークインクローゼットになっています。まあ、そんな綺麗じゃないんですけど、こうこうなってますね。だから一応色順になるようにはしてみました。これ見にくいかな、圧倒的白が多いっていうね。でこっち冬物っていう感じかな。家の至る所にポムがいます。ちなみにこの子は2万するポムです。高いんじゃん。さあ掃除が終わりまして、だいたい11時とか11時半に起きます。でそれからいろいろやって掃除して洗濯物とかやって、で撮影したり編集したりっていう感じでいつもやってます。でそんなこんなで撮影をしていたら、ただいま12時半、お腹が空いてきたので今日なんか作ろうかなって冷蔵庫開けたんですけど、買い物に行ってないので何もなくて、今日はちょっと久しぶりにね Uber Eats なんてしてみようかななんて思います。最近ネイルを変えてちょっと毛がめっちゃしてたり汚かったりするんですけど、赤にしました。バイ。届きました、油そば。最近めっちゃハマってるんですよ、油そばに。これを
そっと入れて、どうかな。で今日はあと30分後に、近場の松江区を予約しているため急いで食べて松江区に向かいます。松江区はね、メイクしてこないでくださいって言われるので、もうすっぴんでいきます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。はい、ということで今日はこんな感じの動画となりました。この後は松江区行って動画の編集して、で夜配信っていう感じかな。はい、ではここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。